生めかしい、そして巨乳。はい、こんにちは、ブルーホースでございます。ということで早速やっていきましょうか。バイオ RE3 ということでね、これいけない、あれ、ちょっと待って、どうするんだったっけ。しかもこれ下に行っちゃったから降りれないし、これ飛び降りるとかもできない。あれ、どうするんだったっけ。ああ、これかこれを見たら下からカカオ豆が登場する。ん、あいつここで一体何してたの。チャキ、あ、ちょっと待って、持ってないよ、そんな武器。持ってない武器振りかざすのはよろしくないね。ジルって行き着く先はここしかないんだから。あれ、そういえばタイレル、やったぞ、交渉が済んだ。名前あった。タイレルっていう名前はあるけど、爆破を中止する、条件は厳しいが、爆破までにワクチンを、ジルに名乗ったことってあった、残された時間、そんなシーンがあったかどうかちょっと覚えてないっていうとこだよな。ならグズグズして暇はない。この状況で一個だけ突っ込みたいというかありえないなって思ったのが、その一傭兵じゃないですか、こいつ。一傭兵が政府と交渉して数時間、今すぐのミサイルの発射が数時間遅れでね、あのミサイルがなしになるぜみたいな、ミサイルの発射を遅らせてあげるぜっていうのはちょっと考えにくいなと思うんですよね。あなたは残ったら、休んでいられない。休んでられないんだったら早く行こうぜ。やり遂げましょう。このかな、あるエンジンに優しいからさ、人を撃てないんだよね。残念だよね。チラ、ひょっこりはん、あ、チラ。これでね、急に出てきたからとは言って、ね、気づかないのが、後ろもさ、なんかどんな廊下があったのって、なんか曲がり角っぽいのも見えないしね。これでひるんで、これもね、なんか一緒に逃げるわよってやってるよりさ、あの長い触手持ってんだったらね、まあここでネメシスもね、殺す相手間違えたよね、こっちじゃなくてね。うえジルの方貫いてたらね、ハートキャッチプリエキュアしておっぱい貫いてたらね、あのマシュマロちゃんを感じることもできたし、こいつが死ぬこともなかったな。あ、でも結局ミサイルで爆発したから終わりだったかな。さすがにこの障壁を破壊するまでの破壊力はないってところですね。オッケー。あ、パンツ。パンツがない。よし。で、問題はよ、こっからまた、ちょっとあの、わからないというか、その、慎重に行かないと、またね、敵がうようよいたりとかしてさ、強化火薬は大丈夫、いらない。こう、ちょっと、記憶にない敵にぶちのめされるみたいなことがあったりとかすると、またほんと前回みたいに発狂するからね。前回ハンターガンマにもう、テラ発狂させられたとか、起き上がってくるの早いって。気づくのが早すぎるって。ちょっと待って、お前もいたのかよ。逃げる。もう、完全にフラグ回収じゃねえかよ。逃げんのかよ。帰っておいで。あれ、ちょっと待って、死なない。フラグ回収、勝った。もう、いたならいりますって、ちゃんと挨拶しなさいよ、本当に。不届き者めが。これ、奥もいるんでしょ、どうせ、ゾンちゃん。生きてる？あれ？ここにいたはずだよね。いなくなってる？ん？ちょっと待って、下に何これ？アンブレラ減って、はい、オールガルプは給与も破格だし、あれ、こんななんか読んだ記憶があんまりないけど、知らない、大学講師、潜在一遇。しかし、実験とは、実際どうだか。ねえ、ペニーとケイシーベータを使い処分されるのを見た。この中でちょっと帰っていったら、こいつがしがないペニーとケイシーの親とか、ここいないよね。ここにはさすがにいないよね。大丈夫だよね。これを、大丈夫だね。特に武器はない。ここら辺もね、なんかいろいろとこうちょっと調べたら、こう裏があったみたいなことがあったら面白いんだけどね。で、大丈夫だね。片
タカ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 タね、なんか行ったらもうなんか手に入れてますみたいなさ、ね、すごい親切設計だよね。あざっす。ケイ USB フラッシュメモリーで、問題はここなんだよな。このタイラントのバーゲンセールやってるところで敵がいっぱい出てくるんだよな。でここも今見えてないけど、本来はいるん、いて頭とかがチラ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 見えててもいいんじゃないかって思ったりするんだけどね。いないよね。これはこんなの普通に取ってワクチン接種論文1000倍以上となるだろうって、何かよし、いやいや読んだら分かるんだけど、本当にこの武器だけで大丈夫かな。閃光弾とか持ってなかったっけ。まあいいや。ほんでとりあえずピキン。これで開くっていうのがね、あれ生きてない、死んでる。スタンバってんだよな。ほんで動いてるお尻を攻めたわけだし、オッケー。お尻を攻め続けたらやっぱり快感により生き果ててしまうよーですねー。おはようございます。上から降ってくるのは研究者でございます。てかすごいなこれ、なんかスターウォーズエピソード5エピソード6で氷漬けにされたハリソンフォードみたいな、ハンソロか、ハンソロみたいなさ感じになってるよねこれね。あと他もいる？大丈夫？何回もね、びっくりさせられてっから、もう怖いんですよ。いるんだよね。当たってねえし。おら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 。すごい硬い。そして、吸収力が速い。吸収力の衰えない。ただ一つの掃除機って感じ。あれ違うな。吸引力か。もう、この目の前で倒れてるっていうのは珍しいパターンだよね。てか、こいつもともとこっちで寝てなかった？まあ。あ。なんか、行ったらすぐ操作できるっていう。ね、よし、オッケー。ああ、抗原サンプル。ワクチンを作るのに必要、ね、で、これまた戻ったらいるとかさ、この部屋に潜んでいるとか、そういうのはないね。半玉15発。で、これは、ガンパウダーかな。オッケー。で、これ、また戻ったら、いない？大丈夫？もうね、このパート一発目でね、もう早速怒ってるから、もう、事件、事故。大丈夫だね。よし。大丈夫だね。大丈夫？本当に？すげえ慎重になってるからね。CDG JFK ジョン・ F ・ケネディ航空ってやつかな。で、ラクーンシティだよな。これに一発あれだな。元大統領が、まあ、元大統領というか、もうこの頃にはもう暗殺されてこの世にいないんだけどさ。炸裂 A と、これはショット弾。もうしゃあないよね。これで挑んでいくしかないもんね。で、ここには、おー、前に変わってんのか。研究者から剥奪液に変わってましたね。もうこんな驚かされても嫌だからね、本当に。ほんで、大丈夫だよね。とか、ありとあらゆるあれ、やつがあいつに変わってるよな。これ、無限武器じゃなかったら結構大変だよね。こいつは？返事がない。屍のように。よし。じゃあ、下く降りていくんだけど、下降りて、あれ血も滴るいい男ってか、そんなやつはいないと思うんだけど、で、これで行ったらまた、これが動力。あ、なるほどね。あいつがいたから、ここは、ゾンちゃんは、まあ、勘弁してやろうか、そんな感じなのかな。じゃあ、これをちゃんとね、押すことによって、ね、目いっちゃってるけど大丈夫。目いっちゃってるけど大丈夫。これを押すっていうのがラスボスのあれにつな、おお、あの意図しないアップおっぱい、たまらん、チキショー。おい、一瞬何が起こったんだろう。
もうプラ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 してんで、これがね、ほんと出来損ないのタイラント集団だよね。嘘でしょ、あいつらここで生み出されてる。嘘じゃないよ、本当だよ。この真ん中のは何なんだろう。あ、これさ、なんとなくカドゥっぽくない？え、こっちも、こっちはただの心臓やな。なんかこれすごいカドゥっぽいよね。すげえカッチカチやな、バイオキ。波乗りに失敗したやつみたいな、胸筋半端な。よし、じゃあ登っていこうか。倒せるかな。3体出てくるんだっけ。2体普通は2体だったんだけど、これになることで3体になってね。ほら見て、中でウニョウニョしてるのが見えるよね。ウニュ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 。ちょ、待て、あのパソコンがすごい重いんで、カッチカチ。おお、来た。こいつはまだ、あいつなんだよ、問題は。あいつ、あー、ちょっと待って、武装兵になってる。しかも攻撃範囲が長いんですよ。やばい。いかんのです。吸盤に貼り付けられたやつの末路って感じですね。よいしょ、 OK。 まだいる。とりあえずいるね。とりあえずあと寝てるやつだけかなって言おうと思ったら普通にいたね。おいはい、はい、お帰り申す、お返し申す。そうなんで、初めてプレイしたときさ、あの奥の、あれ？あ、寝てるやついねえんだ。普通にカドゥっぽいのもいっぱいいるんだよね。で、これは、ここに NASA ニエルバードの名前が、そうだよね、敬意を込め。あの化け物がネメシス。キン、これなぁ、まあ、とってもしゃあないしなぁ。OK。じゃあ、これさえゲットすれば、私は用済みよ。強剤、抗原と合わせれば免疫システムを強化できる。免疫強化、免疫を強化すればワクチンの意味があるはずです。でもね、これが問題はさ、武器はあやつをもう32発全乱ぶち込んでも1回で倒しきれないところにあるんだな。さてちなみにもう、オッケー、うまい。なんでここ、なんでそこで装填してるがね、おう、あ、いて。まだファイン。ほい、よし、まだファイン。リポビタンで、オッケー。リポビタン、一体。お、ちょっと待って、追加のご注文はいかがですか。お、ちょ、4体。お、これ、首刈りされる。落ち着け。首刈りされてたまるか。おらら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 ちょっと弾がない、ジルは女だけに弾がない。
お、あ、ちょっとちょっと、弾がないゴンス、ゴンス、逃げるゴンス。おお、もう血まみれ。これが水だったら普通にスケルでゴンス、スケルゴンス。おお、え、ちょっと待って、全部出てくんの？それは聞いてないゴンス。あ、ちょ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 。本当に全部出てきてる、早い。よし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 。一体ずつだったら問題はないですね。あー、振動。シンプルに振動。これ、帰り際出てこないよね。大丈夫だよね。ふう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 。もう、ありったけのハーブ食って。それと、You wanna be my friend。これ、帰り道に、帰り道に出てこない。いいね、大丈夫だね。オッケー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 。もうあんな激戦かまされたらもうさすがにしんどいがっすよ。はあ、とりあえずラスボスと戦う直前まで向かっていこう。おやすみ。大丈夫だね。いけてるね。ここに敵追加とかされたらもうほんと発狂するよ。で、素材を生成、素材をセットしなきゃいけない。これでいいのかな？これでいいのだ。不正な薬剤を検出しました。あれ？薬剤か、それとも手順を間違えた。こっちか。あれ？違うの？あれ？ちょっと待って、これと、これを、あ、組み合わせられるんかーい。あ、ごめん。一個混ぜた。あ、ちょっと、もう一個の容器どこ行ったじゃん。容器をまあ廃棄処分にしましたってか。あー、なんだったっけ。こう。違うな。あー、もう覚えてねえな。よいしょ。お。で、これが、全部入って。あれ違うの？ん？どれがナンバーがあるかみたいなのがちょっとあれだね。あー、で、これ、あ、違うな。上げすぎか、今度は。ん？あ、オッケー。ミッドハイローか。まずはストレートパンチして、で、ハイカットパンチして、で、最後にローキックする。よし。オッケー。なんとか無事、たどり着くことができた。さあ、このワクチンを取ったら、あちち、一旦落ち着きましょうってとこだね。いやー、激戦繰り広げて、あれがまあロケランぶっかますとかだったら一瞬だったんだろうけど、あ、ここまでたどり着いたご褒美の触手プレイですよ。まあ、しかしもそこを切るってなかなかあれだよね。うい、痛い。結構ジルもすやばいよね。だって下手すりゃ自分の喉かっきることになるもんね。まあそういう命がけをこうねやる。あ、ちょっと待って。ああねえ、こっちでできたら面白かったんだけどね。こっちはまあ出てか、監視カメラ誰が見てるんだ。まあエッチ。さて、そんなことどうでもよくって、あ、いいね。これをさ、ちょっと大きくなったさ、娘がいつか見るとかってもしなったとしたら、どんな目で俺親父見られちゃうんだろうな。ね、で、君ハンドガン持ってないんだよ。やっぱ そういうとこ突っ込むのよくないな。ここ突っ込むのはやっぱ2流3流4流5流ってとこだ。よし、じゃあこのまま先進んでいきましょうかと思うじゃん。で、触手プレイは終わらない。ぜはー、あ、違う違う、これ違う、あ、長押しか。オッケーオッケー。てっきり、連打するのかと思った。で、これを長押ししてると、まあ、W なんでね、うん、ウエストヒップ、ウエストヒップ、ういー、くる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 。こうなった時に、ね、やつがすごい、こういう状況の中でね、電力が止まらずにエレベーターがきちんと動くっていうところがなんか、まあ、優しいって感じしますね。はい。ということで、ここまでなんとかたどり着けちゃいました。どうしよっか。このボスだけ、なんか、ね、マグナム持ってないから、
ああ、そう考えたら炸裂弾とか持ってきとくべきだったん？しまったん。ねえ。これワクチンを持っていかないで行ったらどうなるんだ？あ、ちょちょ、普通にマグナムあるやん。あれ？おかしいな、タラッタラッタ。まあいいや、まあ、とりあえず、ここら辺は全部もう持ってっちゃおうか。ね。マグナムは別にいらない。あ、ちょ待って。持てねえな。あ、これいらない。で、ちょっと一旦こうしといて。まあ、回復は4つありゃなんとかなるだろう。ね。キビクいらなくなってるし。じゃあ、これと、あ、もう持てねえな。体術は、いるか。じゃあ、回復3つにしてく。これ今何入ってんだ？あ、調べられないのか。まあ、じゃあ、焼夷弾2個くらいは、まあ、なんとか余らしていこうか。まあ、1個問題はね、マインスロア弾がないことによって、大変な目に遭う可能性があるってところなんだけど、まあ、そこはなんとかしましょうや。OK。じゃあ、最後までね、動画ご視聴いただきまして、ああ、マインスロア普通に入ったわ。まあ、でも、とりあえず、炸裂弾からいこうか。はい。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートね、応援していただけると嬉しいです。ということで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまた。